え皆さんこんばんは今日はですねまあ不定期なんですけれども私がどうしてもこれを言わないと気が済まないということでまあ不定期にやっている小野寺正のどうしても言わせろ今日なんですけれども今日のですね北海道新聞の社説がとんでもないということでこれを取り上げたいと思うんですけれどもその社説なんですけれどもこういうようなタイトルになってます核組処理場調査問題が多すぎ賛成できぬ とということで今、ですね表題を見てもらいましたけれどもまずこの問題に入る前にどうしてもですね北海道新聞にちょっと言いたいことがあります。このですね核ゴミ処分場の核ゴミっていうのやめろとこれ核ゴミっていうですねさもゴミがたくさんもう危険な核のゴミがあるみたいな雰囲気を醸し出そうとしてるんでしょうけれども使用済み核燃料なんだと。 まあそれをですねゴミというようなことでさもその危険を煽り立てるような表現というのは本当にけしからんと思いますし、まあ、使用済み核燃料の,、まあその処分場の調査をすると いうようよななことなんでですすけれどもまずですね問題が多すぎ賛成できぬってなってますけれどもこの問題なんですがこれはですね北海道新聞が勝手に問題だというふうに騒いでいる部分も多々あります。まずこの一つの問題北海道新聞が言っているのはですね 交付金を依存する体質になってしまう自治体がと、さも国からお金が欲しいということで、この処分場ですね、処分場の調査、これをするんだというようになっています。これですね、国から まあ自治体にその交付金が行くのはですね原子力発電所でまあその発電をしていくにあたっては必ずですねえその使用済み核燃料というのが出てしまうとどん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 増えていってしまうものを将来処分しなければいけないと日本でということでまずはどういうふうに処分をしてどこで処分をしたらいいのかということを調査をしようと。 でえ全、まあ、国民が、まあ、ずっとその使用済み核燃料が増えてしまうと、まあ、あどこにも受けないどうしようということになってしまったら大変なのでこれちゃんと調査をしてくれるところには国としてお金を払いますよというのは当然のことでこのお金目当てで,です、ね、自分のところに作る気もないのにただその手を挙げて依存体質になってしまうようなこんなですね 自治体に対して失礼な発言はないというふうに思います私は同民としてさらに日本国民としてどん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 増え続ける使用済み核燃料をどうしたらいいのかというですねこれ本当に瀬戸際に来ている段階で、まあ、我々のところでもしかしたら処分できるかもしれませんそのために調査に手を挙げますよと、まあ、手を挙げてくれたですね 北海道の自治体2つあるんですけれどもこの2つの自治体にはですね本当にまあ感謝しかないんですけれどもその自治体に対してですよお前らその 交付金の依存体質になってしまうぞとか、金目当てでこんなことやっていいのかみたいなですね、そんな発言をしているのは本当にけしからんと思いますし、さらにですね、これ、北海道知事までですね、同じようなことを言って、札束で頬を叩くみたいなですね、さも札束でオーラオーラオーラって言われて、そして、例えば、土町ですとか、構えない村、 このですね、自治体に対して本当に失礼なことを言うなというふうに私は怒りに震えるんですけれども、まずですね、そんなことはないということは私は思いますし、それだけ、まあ、日本のためにですね、手を挙げて調査をしてもいいですよと言った自治体に対して、この物言いはないだろうと本当に怒りに震えます。次なんですけれども、この、まあ、その全体のトーンでですね、 同、まあ、は明らかに北海道新聞は明らかにこの,、まあ、その核の,その処分場を作ること自体が大問題だというようなことがスタンスにあるんですけれどもじゃあ使用済み核燃料の処分場を作らないでどうするんだと調査もするなと処分場も作るなとそしたら。 どん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 使用済み核燃料だけが増えていってしまうのではないかと実際にこの社説の中ではあ使用済み核燃料というものは増え続けるって書いてあるんですけれどもじゃあどうするんだっていう大概のですね案も一切ないで調査もするな使用済み核燃料の処分場も作るなと騒いでると無責任極まりないとでこんなですね子供みたいな幼児みたいなだって まあそのこの人たちがゴミと言うんでしたら、まあ、一般の人たちも毎日毎日生活でゴミを出します工場もいろいろな産業もゴミを出しますけれどもそのゴミというものをしっかりと処分するというような、まあ、焼却施設ですとかが、まあ、日本各,国各地にはありますけれどもそういうものを作らないと大変なことになるというのは当然でそれをですねゴミ処理施設所処分場を作るなと。 さらに調査もするなと言っているのに等しくてじゃあその代わりにどういう代案があるんですかということも一切言わずですね徹底的に批判だけしているとそしてやめろというふうに言っているというのは本当にですねこれ,これ何ですか新聞社として明らかにおかしいとで3つ目なんですけれども まあ、北海道新聞様にはですね、まあ、こういうような考えがあってもいいですよ、それぞれの新聞社はいろいろな考えがあってもいいと思いますただ、ですねこの使用済み核燃料の、まあ、処理場の調査をするというふうに手を挙げた室長も構えない村もですね 議会で議決をしてるんですよ。これは、その住民が選んだ議員が議会の中で多数決を取って、じゃあ自分たちの自治体では最終処分場のその調査をしましょうと決めて、 これは地方自治のですね、当然のあるべき姿で、まあ手順を踏んでしっかりと行政上を決めた、民意を組んで決めた方法に対してですね、上から何の権限かわかりませんけれども、お前ら何なんだと攻撃をしているそのやり方は地方自治とその住民の意見をですね、全く無視したやり方であって、この新聞社、自分たちの意見を通すために、 議会の意見も全くその無視して住民が選んだ議員の多数決で決めたことまでも否定するんだったらお前ら何様だというふうに私は思わざるを得ません。で、これに対して知事もですね、もう文句を言ってるようですけれども地方自治体の首長である知事が他の自治体にいてですね、文句を言うっていうことなんか本当にありえないことでじゃあ国からですね、 知,知事はどうだこうだって言われたらですねそれに普通は文句を言うその立場のですね知事が他の首長はですね自分は知事だとお前は町長だみたいな立場でですね言っていたらですね地方自治というものは成り立たないとそんなことすらわからないで夕張市長をおやりになっていたのかなというふうにですね本当に愕然としますけれどもこの北海道新聞と、まあ、このですね社説の中で 鈴木知事も反対しているだとか鈴木知事はこう言ってるみたいですね本当にですね二人三脚みたいな感じでですねこの勇気のある、まあ、自治体2つをですね攻撃しているというこの姿勢もちょっと気持ち悪いんですけれども本当にどうにかしてるなという左折でしたで最後に皆さんに言いたいのはもう少しですね、都庁で町長々選挙があるんですよ。 それにもかかわらずこんな一方的にですね町長が悪いだとか、まあ、その町議会が悪いだとかこんな非常識なことをやるそういう自治体があっていいのかみたいなですねこんなことは町長選挙にも大きく影響を与えますし自分たちのイデオロギーをわーっと通してですねそして本当にこの室長ですとか鴨いな内い村をですね 攻撃するというこのスタンスはですねちょっと気持ち悪すぎるとで、えー、実際にはあ原子力発電所というものはまあそのゼロなんていうものはすぐにできるのは不可能で、まあ、その原子力発電所もうまく稼働していきながら将来その電,気電力をどう確保していこうかという話し合いの中でこんな極端な話をですねしていてはとんでもないことになると 言うこともわからない、代替も出さない、こんなですね、無責任な社説を北海道新聞出し続けていますけれども、最近特にひどすぎると。 ということはです、ね、ぜひこれを見ている、まあ、北海道内の皆さんもです、ね、あと北海道外でもあ北海道新聞でそんな頭のおかしい新聞社があるんだということはです、ね、ぜひ皆さんには理解していただきたいというふうに思います。最後にです、ね、この社説の中では科学的に安全が確立されたと国民が納得するまで研究と議論を尽くすべきだと言ってますが100% 全国民が納得して、じゃあそれじゃあ研究施設作りましょうね、みたいな話になるわけもなくですね、こんな絵空ごとと、まあお花畑的な主張をしているのはですね、明らかに最初からや,るやりたくないんだと、やらせたくないんだというのはわかりますし、 これですね、研究をしようとまずしていることに対しても反対をしているということは、この主張とは矛盾をしているということで、本当に北海道新聞最近とんでもない記事、どん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 書いてますけれども、ここまで来ているのかということはですね、まあ、あきれ以外にないということで、えー、今日のどうしても言わせろ、ちょっと言ってすっきりしましたけれども、我々はですね、 まあ、我々の立場で応援していきたいなというふうに思っておりますので今日はこの辺で終わりたいと思います。